練習終わってからもダウンをやってるチームはやっぱ怪我すごく多いですね、はい、ちゃんと体を使うっていうことをまずできてから次のステップでバッターに打たれないようにどうするかっていうのを考えるべきだと思うんですね。はい、皆さんこんにちは。お父さんのための野球教室の中田です。今回の動画はですね、お隣にスポーツトレーナーの木村正弘さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。お願いします。木村トレーナーはですね、ご自身も社会人までピッチャーをされてて、はい、今高校とか大学とかのトレーナーもされてるんですけれども、まあ、今回木村トレーナーに来ていただいたのは、まあ、ピッチングですね、はい、ピッチャーの怪我について、まあ、それ と、まあ、正しい投げ方というか怪我の少ない投げ方についてこれから何本か、動画をですね、はい、配信していきたいなと思ってますのでよろしくお願いします。お願いします。で今回は一番最初なので、まあ、木村トレーナーが見て今 の、 そのピッチャーの傾向とか、はい、どういう、 こう投げ方してる子がこういう怪我につながってるとか、はい、っていうのがあれば、教えていただきたいんですけど、はいはい、チームによってクールダウンをしっかりやって、はい、てないです。練習終わってからもダウンをやってるチームはやっぱ怪我すごく多いですね。もうそれはもう顕著に出てますね。現れるという、はい、ですので私が契約させていただいてるチームに関してはもうほとんどもう腰痛なんかほとんどないですし、見くばられがもうありえないっていう、はい、そうです。さっきねお話ししてたんですけど、もう野球で見くばられってどうなんていう話を、ね、してたんですけど、はい、もちろんそのダウンも大事ですけど、それも、はい、ウォーミングアップですね。ウォーミングアップとか、はい、まあまあ、高校生以上ならウエイトトレーニングとか、はいはい、まあ、中学生、小学生だったら自重を使ったトレーニングとかですね、はい、まあ、そういうところを、まあ、しっかりやっていただくと、はい、怪我なんかもほとんどなくなりますし。なるほど、はい、すごいですね。まあ、本当に怪我、まあ、技術がどうこうよりも怪我してこう諦めないといけないとか、はい、こう好きな野球ができなくなるとかっていうのは本当にこう、まあ、辛いことなんで、はい、まあ、そこら辺がこう、ね、なくなって、はい、まあ、しかもパフォーマンス上がれば一番いいと思うんで、はい、まあ、その辺の話をお伺いしたいんですけど、はい、まあ、どういう、まあ、ピッチャーで具体的に言うとどういう、 こう投げ方してるとこういうことになるよ、まあ、肘が痛くなったり肩が痛くなったりっていうのが出るよっていうのは結構あるんですかね。そうですね、やっぱり、まあ、その前にまずやっぱりトレーニングって何のためにやるかっていうところなんですね、はいはい、まあ、トレーニングイコール筋トレっていう考え方があるんですけども、そうですね、そうではないですね、はい、筋肉をでかくするとか、はい、筋肉を鍛えるだけがトレーニングではなくて、はい、やっぱり関節の可動域を広げてあげたりとか、はいはい、柔軟性を上げるっていうところもやっぱりトレーニングですね。あ、なるほど。やっぱ体力っていうのを一つとっても筋力もあれば柔軟性もあれば、はい、いろんな要素があって体力なの で、 で、ね、筋肉だけを鍛えるっていうところはやっぱりそれをやりすぎて逆に怪我する、はい、で高校生の場合でしたらやっぱウエイトトレーニングをすごくやってるチームが多いんですけども、はい、ウエイトトレーニングすることによって逆に 筋肉を肥大させて、はい、動けなくなってるケースがすごく多いんですね。なるほど。っていうのは野球に関してはパワーが大事ですね、はいはい、パワーというのは筋力だけではなくてスピードが大事になってきますので、まあ、そうですね、はい、両方あるからパワーなんですね、はいはい、でそこにもう一つ柔軟性というところが可動域というのが大事になってきますから、うん、そこを無視したウェイトトレーニングだけやってるから、はい、や選手がみんな潰れていってしまうというケースはすごくありますね。なるほどね。まあ、なんかこうウェイトするとこうボール速くなるんじゃないかなとか、はい、打球飛ぶんじゃないかなっていうのはね、はいはい、ありますよね。まあ皆さんやってらっしゃるので、はい、飛ぶんですけども、はい、筋力だけじゃダメなんですよ、ね、そこにやっぱ筋肉の収縮を早くするようなトレーニングをやらないといけないと。だそこをやってないチームがすごく多いので残念だなと思います。あ、まあそこまでこう見て、トレーニングしないと、はい、ただその筋トレで胸が大きくなったよとか、はい、腕太くなったよでは、そうです、パフォーマンス上がらないっていうところですよね、はい、それなおかつあとはもう投げ方とか体の使い方っていう部分もすごく大事になってきますし、まあ実際私も小学校から野球をして27歳まで野球やってたんですけども、まあ、ピッチャーでアンダースローやったんですね。あ、そうなの。はい、で小学校6年生ぐらいからもう肘が痛くて中学3年生にはもう肘の手術をせなあかんと。はあ、当時メスをピッチャーでメス入れる言ったらもう野球やめられないような時代やったので、はい、でも実際自分がトレーナーになって、まあ、肘の手術を3回したんですけども、
トレーナーになって自分の写真とか画像投げてる写真の画像を見た時に、アンダースローでテイクバックから投げていく時に膝がこう割れながら投げていってる写真がいっぱいあったんだよね。あれなんでやろうと思って自分の体をチェックしたら、股関節の内旋っていう内側にこう入れる動作が硬かったんですよ、左が。硬いためにテイクバックから投げていく時に体が開いて投げていくから腕が外回りして肘に負担かかってたと。あ、引っ張られて。そうなんですよ。アンダースロー特にあのインサイドアウトでボールを投げていかなあかんのに、アウトサイドインでこうボールを投げていくために負担がかかってただけだったんですね。で当時治療とか、はい、ここばっかり治療してたんですけども、そうですね、それは治らないですよね。あ、だから自分で股関節の内旋を柔らかくしてお尻の筋肉を鍛えてあげると、はい、今全然痛くなくてボールが普通に掘れるんですね。やっぱりそういうトレーニングとか柔軟性だけでなくて、はい、体をどう使うかっていうところも絶対大事になってきますし、でその前に選手に指導させていただくにあたって、はいはい、やっぱり立ち方がすごくまず大事だと思います。なるほど、はい、立ち方をどういう立ち方で足を上げた時に立つ、はい、でバッターでもテイクバックでこう立つ時に、はいはい、どこに体重をかけるのかとか、うん、まずやっぱそこが分からないと骨盤が後傾してしまうことによって体がもう股関節動かなくなっちゃうので、うん、はい、それではやっぱパフォーマンスが上がらないと。そうですね、はい、ですのでまず、立ち方として足の裏の、はい、こう内科と外科、はい、くるぶしですよ、はい、のとこに体重がちゃんとこう乗っかってる状態ですね、うん、で分からないときはつま先体重して、はい、かかと体重してその真ん中ら辺に体重を乗せるとちょっと後ろ、はい、はい、つま先体重になってしまうと四頭筋が働いてしまって、はい、四頭筋が働くと股関節がキュッと内旋するんですね。あ、なるほど、はい、でそういう状態になってくる、はい、逆にこ、かかと体重になってしまうと、緩んでしまう、全部緩んでしまうので、はいはい、股関節が動かなくなっちゃったりするんですね。バランスもやっぱ悪くなりますし、うん、でやっぱり前の筋肉というのは全部ブレーキの筋肉で、高重力筋の背中の筋肉でスピードを上げるって言われてるんですね。ですのでやっぱ骨盤を回転させるときにはお尻とハムストリングの力で回転させないといけないんですけども、はい、前体重になることによって四頭筋が働いて股関節がキュッとこう内旋してこう動かない状況になってしまう。固めちゃうってこと。そうです、そうです、はい、ですのでまず足の裏にちゃんと内科と外科の真ん中の辺に体重を乗せる、はい、そして軽くお腹をへこまして、はい、へこますことによって骨盤がこう立つんですね、はい、で立った状態で鎖骨をちょっと広げた状態です、はい、肩甲骨を縮めるんではなくて鎖骨をちょっと胸を広げてあげて、はい、耳の穴とこの、まあ、いわゆる肩峰という肩のところですね、はい、のところにこう全部一直線で大臀歯、外科、くるぶしですね、はいはい、一直線な状態に立つという、そこが一番筋肉がちょうど張力が一番いい状況になるというわけですね、はいはい、でそのポジションでいかないと骨盤がこう後傾してしまうとどうなるかというと、骨盤の後傾と肩の連動がすごくありまして、はい、骨盤がこう、こっちだったかな、はい、後ろにこう後傾して倒れてしまうと、はい、背骨が丸まるんですね。そうですね、はい、で肩甲骨が前に出されるんですね、はい、で顎は前に出るんですね、はい、この状態で肩の屈曲でここまでしかいかないですね。あ、そうですね、はい、骨盤が立つと屈曲でもずっと入ってくるんですね。あ、なるほど、はい、逆にも股関節が、後傾して外旋もそうですね、はい、外旋に関しても丸まってしまうと外旋いかない、うん、で骨盤が立つと外旋がしっかり入ってくると。なるほど、足上げピッチャーが足上げた時に骨盤が後傾してしまうと肩の屈曲外旋が入ってこないので、あ、肘だけでボールを投げてしまったりとか上げにくくなったりとか、はい、あ、動きが制限されるんです。なるほど、はい、ですのでやっぱり立ち方、まずちゃんとした位置で立つ、はいはい、で動く歩くに関しても、で膝がこう曲がってこう歩くんではなくて、お尻とハムストリングの力でしっかり押し込んで歩くという、前にこう押しながら、はい、それが速くなったら走るっていう動作ですね、はいはい、で骨盤を回旋させるっていう動作も大臀筋っていう筋肉に関して、大臀筋がそうです、一番でかいお尻の筋肉ですので、中臀筋はこういう横の足上げた時にしっかり働くのが中臀筋ですね、バランスを取る。で大臀筋が骨盤を、骨盤が、大きい筋肉なので、その大臀筋を使って骨盤を回転していくんですね、ハムストリングもそうですけども、その大臀筋とハムストリングを使うためには、大臀筋の動きっていうのは後ろにこう引くのが大臀筋の動きになっちゃうんですね、はいはい、でピッチャーでじゃあパワーを前に出すために大臀筋はこういう動きになっちゃうので、はい、でも骨盤はこう回さないといけないじゃないですか。そうですね、はい、中臀筋はこうなんですね。
あ、前に押す、はい、でも中殿筋がそんなに大きい筋肉じゃないので、はいはい、骨盤を強く回せないですね。なるほど。じゃあ大殿筋をこういう動きで大殿筋が働くのに、はい、こういう動きに変えるには母子ばっかりないといけないんですけども、はい、母子球で押し込んで骨盤を回していくっていう動作で変えていくんです、はい、そういう動作を一つずつ体の使い方を覚えさせてあげるっていうところを必要になってくるんですね。それありきのトレーニングとか、はい、こういう動きができない可動域が狭いために柔軟性を上げましょう、はい、で骨盤をちゃんと足上げた時に安定できない、はい、だから体幹トレーニングしましょうと。その人に合った トレーニングをちゃんとやっていかないといけない。そうですね、はい、まあ本当にこう、まあ、ピッチャーでいいピッチャーでもまあお尻大きいですね、はい、まあ、やっぱりそこを使えてるってことですね。そうですね、はい、でまあ、しかもその使い方がちゃんと分かってないと、はい、まあ、さっきおっしゃってもらったようにこう肘が上がらないから、はい、じゃあ肘上げろっていうのか、はい、いや骨盤を後傾してるよっていうのかで、はい、もうすごい違いがありますよね。そうなんです。どこを指導するかっていう、はい、肩が痛いというピッチャーもそうなんですよね、はい、肩が悪くて痛みが出てるのか、はい、骨盤の位置が悪くて肩が上がらなくて痛みが出てるのか、あ、まあ、インピンジメントとかそうですね、はいはい、そで引っかかるっていうのはじゃあどこが原因、もし肩じゃないケースがすごい多いんですね。なるほど、ね、はい、だそっちを治してあげないとこっちが痛みが取れないっていう、まあ、そうですね。ここをこう無理やりなんか動きだけ合わせたとしても、はい、高さ合わせたとしても、まあ、原因が下だったら、はい、っていうところですよね、はい、またなりますし、そうす、もう無理やり上げないみたいな、はい、まあ、それがこう負担がかかって、はい、結局最後の怪我になってくるっていうところですよね。はい、で方も改善はするけども、はい、結局原因のところまで行ってないので、はい、まあ、何回も再発するというか元に戻るという、はい、まあ、これはもう小学生でも一緒ですよね。一緒です、はい、まあ、後々まだ話をさせてもらいますけど、はいはい、テイクバックの上げ方とか、はい、足上げた時に骨盤がどこにあるのかとか、うん、体重移動がどうなってるか、はい、まあ、膝の位置がどこにあるのかとか、はい、まあ、そこら辺がすごく大事で、それはもうプロであっても小学生でもやっぱ一緒やと思います。まあ、そうですね、こう中学生も、まあ、大学生も社会にも見られてるわけですけど、はい、まあ、その中でそんなにピッチャーで、まあ、年齢が若いからって言ってこの傾向があるとかっていうんじゃなくて、はい、まあ、みんなそうだっていうところですね。どのレベルにしても、ね、はい、ただ一つ大きく違うのは、はいはい、プロのピッチャーは、はい、もう汚い投げ方でもいいんですよ。あ、まあまあそう、抑えればいい。そうなんですよ、まあ、やっぱり綺麗な投げ方しても綺麗な回転のボールを与えてもバッターからして見やすかったらダメです。そうですね。だからもう、誰ですかね、和田選手とか、はいはい、もう手見えないようにこう投げますよね。そう、ああいうのは別にプロやからいいと思うんですけどね。そうですね、もう、はい、まあ、抑えてなんぼの世界なんで、はい、まあ、わざとそのプロに入ってから変える選手もいるしっていうところですよね、はいはい、でもやっぱり小学生、中学生、はい、まあ、高校生はやっぱりちゃんと体を使うっていうことをまずできてから次のステップでバッターに打たれないようにどうするかっていうのを考えるべきだと思うんですね。もうバッターとこう勝負する前に、はい、もうちゃんと自分で投げられるようにしようよ、はい、まあまあ安全にっていうところですよね、はい、まあ、それにはこうちゃんとした立ち方がまず必要だと、はい、そうですね、はい、もう一回ちょっと立ち方だけ説明してもらっていいですかね。はい、はい、まず足の裏っていうのがすごく大事になってます、はいはい、でまずこのくるぶしですね、くるぶしに体重を乗せたいんですけども、はい、やっぱり分からないので最初は、そうですね、まずつま先体重になってもらって、はいはい、かかと体重、はい、でその真ん中ら辺で止めてください。なるほど、はい、でそこら辺が大体くるぶしのところに来ます、はい、これで、もう一つ細かいことを言えば、はい、4番目、小指の横の4番目の指の付け根あたりですね、はい、そこにちょっと体重を、はい、ちょっと外側向くような感じで、はいはい、体重をかけてあげると四頭筋が緩んでくれるんですね。あ、こうちょっと外側ですね。そうです、そうです、はいはい、骨盤がこう外旋しやすくなるので、はい、内旋させると骨盤がロックします。そうですね、力入る、はいはい、ですからちょっとこうつま小指にするとちょっと外にこう膝が割れてしまうので、あ、なるほど、はい、はい、まあ、4番目ぐらいにちょっと体重ちょっと外側にかけてもらって、はい、親指ちょっと親指が母子球ちょっと浮くかどうかぐらいですね。あ、ちょっと浮く感じでいいですね、はいはい、そうすると四頭筋が緩んで、はい、お尻の後はもう股関節がこう動きやすくなります、はいはい、
で、お尻の中ちょっと締めてもらって、はい、お腹を軽くへこませて骨盤をちょっとこう立てるっていう感じです。立てるんですか、はい、そうですね。で骨盤を立てて、その上に、積み木のように骨が、積み重なってほしいので、はい、でその上にちょっと僕よくトレーニングで言うんですけど、はい、仙骨って骨盤の上に頭がちょっと乗っかってる位置になる。はい、お尻の骨の上に頭が乗ってるんですね、はい、そうですね、はい、それがずれてしまうと筋肉がこうあっちが張ったりこっちが張ったり、はい、こっちが緩んだりっていう形になるので、こうバランス取るのに、はい、はい、ですので骨盤の上にちょうど頭が来てほしいので、はい、鎖骨をちょっとこう胸をちょっと開くっていう感じ です、ね、ちょっと開いてもらって、はい、顎をちょっと1センチほどちょっと、後ろに、はい、引いてもらう、はい、でその位置がだいたい整った位置ですね。あ、なるほど、はい、でこれがすごくしんどい方は、はい、体幹トレーニングしたり柔軟性をとかいう、まずここがきっちり立てるかどうかっていうところですね。ちょっと平田さん横向いてもらって、はい、横から見た時に、はい、はい、どんな感じかっていうところですね、はいはい、こういう感じですね。骨盤がちゃんと立ってる状態で、そうです、はいはい、でお尻の、まあ、仙骨の上に頭がしっかり乗ってる、はい、まあ、横から見るとこういう感じですね。そうです、はい、ちょっとなんか皆さんはこう後ろにこうのけぞるようなイメージがあると思うんですけども、そうですね、いつもね、ちょっとこう猫背気味だったらだいぶ反ってるような感じに多分なりますよね、はいはいはい、ちょっとこう頭が前に行ってしまうと、もう前の四頭筋とかが働いてしまいますので、あ、もう力かかっちゃう、はい、もうブレーキかかってる状態です、ね、ああ、なるほどね、まあ、これでそのパワーを出そうとしても、はい、なかなかブレーキかけながらアクセル踏んでるの、そうですね、はい、まあ、それで怪我につながることが多いっていうところですよね、はい、まあ、まずちゃんと立ってもらって、はい、力の使い方というか、まあ、ニュートラルなところをちゃんと意識してもらうっていうところが、はい、そうですね、それができて足を上げるっていう動作が入ってきたり、はい、片足でこう吸っていくわけです、はい、スイングで入るっていう、そうですね、はい、でトレーニング、まあ、スクワットとかトレーニングありますけども、はい、スクワットする時も関節で動くんではなくて、はい、足の裏でちゃんと母子球でちゃんと地面踏めているかとか、あ、地面の反発で全部こう動いていきますので、まあ、反力ですね、はい、でそれスクワットするとか、あの、下半身のトレーニングするとか上半身もそうですけども、するときに足の裏にちゃんと地面を押して、うん、押せてるかっていうところもすごく大事になります。はい、まあ、ちょっとね、こう特に小学生とかだったら足の裏というよりもそんなにこう重要性を感じないところじゃないですか、はい、もう僕らが小さい時でもそうですけど、はい、足の裏ってもうそんな関係ないじゃんみたいなそうです、まあ、イメージあるんで、はい、でも関節で動いちゃうから痛めちゃうんですよね。なるほど、はい、そこの関節だけでこう動こうとするので、はい、ちゃんとやっぱ地面の反発のこう力を使って動くっていうところをやっていくとちゃんと連動してくれるので、そうですね、はい、だから怪我が少なくてっていうか、怪我がなくてうまく動けてる子っていうのはそういうところが、まあ、無意識にできれるっていうところですよね。はい、なるほどね。まあ、本当に小学生、まあ、この動画見ていただいてるのは小学生 の、はい、あの保護者の方とか多いんですけど、はい、まあ、本当にその小学校の時からですね、足の裏の感覚とか、はい、まあ、こういうあの今の木野さんの話とかを、まあ、一緒に見てもらって、はい、重要性というか、まあ、そこが大事なんだなっていうのをこう、はい、頭に入れておいてもらって、はい、まあ、そこから、まあ、ピッチングのフォームの話であったりとか、はい、バッティングの話であったりとかっていうのをこう足の裏大事だなっていうのを、まあ、姿勢も大事だなっていうのからやってもらうといいですよね。そうですね、そう、まず形とかじゃなくて、はい、っていう、はい、基本ちゃんとあの立てるかどうかやってみて、そうですね、そこから、はい、動き始めるっていうところを意識してもらえればなと、はいはい、思います、はい、ではあの今回はですね、あの、まあ、木村トレーナーが、まあ、今までこう見てきた中でこういう、まあ、怪我する子にはあの傾向があるとかっていう話をしていただいたんですけど、まあ、本当にこう立ち方姿勢がまず大事なので、はい、そこをイメージできるように、まあ、この動画ちゃんと見てもらって、やっていただければなと思います。まあ、これからあの次の動画で、ピッチングに関することをまたお聞きしたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。それでは、今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。